ネル。ようこそ。いらっしゃいませ。はい、というわけで始まりました新宿日曜日アニソンバーのママのゆうでございます。皆さんどうお過ごしでございますでしょうか。というわけで今日はですね、見た通りスタジオに来ております。ということで今日はですねスペシャルなゲストに来ていただいております。こちらの方でーす。はい、シュウヤカホと申します。あ、イエーイ。もうすごいスペシャルだ。スペシャルな人でございます。偉人だ。そんなちっちゃい。ちっちゃい、そんなちっちゃかったっけ？50とか40。ねえ。はい、カホちゃんですね。はい、以前ですね、私コマのコマコマシードクリエっていうチャンネルの、チャンネルで。ゲストで出た時に、一緒に来ていただいた方なんですけど、はい、そんな感じで今回はですね、なんとカホちゃんがいろいろ世界各国飛び回っているんですけども、最近いつぐらいから歌を、ね、作ってはいるんですけど、まだ振り付けとかはできてなくて、はい、できてなくて、はい、私にオファーが来ましていらっしゃいました。はい、そんな感じで今日はですね、カホちゃんに振り付けをレクチャーしている動画をお送りしたいなと思ってます。はい、そんな感じで楽しんでください。お願いします。私ダンスできないので、そこのところお願いします。はい、メニューネル、そうだ、聞きたかったことがあるんだけど、はい、この岡本さん、はい、今回のテーマそうですね、コラボソフトみたいな感じで、はい、LA にはフードトラックの岡本キッチン、岡本キッチン、で私調べたら、Google で岡本キッチン LA とかで調べたら、うん、一発目に出てきたのが地球の歩き方だった。そうだから、ガイドブックに載ってるくらい多分有名な岡本キッチンさん、トラックなのになんか、多分場所取ってる、ね、確かにそうだよね。それが好きで作った曲ってことですか。はい、よく一緒にイベントで一緒になったりして、あと、私が好きなゲーム、リバーシティワールド、その国送りシリーズも、はいはいはい、女の子バージョン、次にフードトラック出てるんで、岡本キッチンが出演してたり、なるほど、すごい、岡本さん見てます、よろしくお願いします。なんかもし会える機会がありましたら、はい、よろしくお願いします。え、今回の曲はもうリリースされてる、4月26日に、あ、4月26日に iTunes からやってきます。うん、はい、そんな感じでカホちゃんとね、普段ちょっと打ち合わせをしまして、はい、なんかペンライトが振りやすい感じ、まあ、ライブを意識したような感じの振り付け、なんかペンライト振りやすい感じと、まあ、歌詞なんか振り、はい、と、まあ、みんなが踊れるような感じの振り、うん、で、ミュージックビデオも作るので両手で踊ったりとか、はい、で、まあ、あとはカホちゃんが頑張って踊ってくれれば頑張ります。踊ることはあんましたことないですね。そうだよね、あんましないですね。はい、まあ、はい、まあ、そんな感じでやってみたいなと思ってます。うん、レイさんの踊り見てみて。え、それはできない。なんで断片的しか覚えてないから、フルで踊れないから。だから一緒にやって一緒に覚えましょう。わかりました。はい、ちょこ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 もっと、ちょこ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 もっと、で、ちょこ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 で、もっとここだけなんか、もう、ぼっか、もうと、そうそう、ね、こう開きすぎちゃうと可愛くないから、内側に、そう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 、で、他のと、うん、これぐらい早い、それはもうすごいもう息が切れてきた。信じられないくらい最初です。
ど、あの、こんなのできないよと思うかもしれないけど、人って覚えるのよ。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。ええー、脳トレになりますね。そう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 。結構ね、グローバルな人なんですよ、この人。本当に。
ね、いろんな、ね、あの海外のアニメの。で、この、 あのサビの振りがね、結構こう、イェイ、イェイ、私がいつもパンチしちゃうんですよ。そう、マカオちゃんはあの、ね、パンチしてるように見えるかもしれないけど、これペンライトがすごく振りやすい振りになってますので、皆さんもぜひこの、ね、はい、カボちゃんが手を上げる方にこうやって一生懸命振ってみたりとか、はい、おかわりもっとの時も結構ポンポンって、うん、ポンポンポンってなんかやりやすい感じの振り付けになってますので、はい、ぜひ皆さんも、ね、ペンライトを本当押したくて、ね、現場でペンライト売りたいっていう、すごい商業的まあ大事なことよね。ミュージックビデオもね、完成したら皆さんにお知らせしたいなと思ってますので、はい、ぜひぜひお待ちくださいませ。で、ね、この映像が多分初回で、多分かほちゃん初登場で、えめぐりチャンネル出てもらってるんですけども、はい、あの渋谷かほが何ぞやって分かんない人も多いと思うので、ね、今度ね、ぜひぜひあの普通に、深掘り動画撮ってもいいですか？いいですか？ぜひぜひ、これだけだと分かんない気がする。そうですよね、ちょっとそうそうそう、まあ知ってる人は知ってると思いますけども、はい、まあ、ぜひぜひ今度ね、来てください、また遊びに、はい、持ってきます。本書いて、英語の本も最近出たので、持ってきます。今日的営業ラジオまあ大丈夫ねはい、まあじゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、それでは皆さん、さようなら。